泡の農場の泡野でございます。YouTube のチャンネル登録者がですね、1万人超えの農家 YouTuber の阿波野農場の阿波野秀明さんでございます。どうも阿波野でございます。すいません、はじめましての方も多いかと思いますが、阿波野農場の阿波野でございます。今回ですね、藤井くんから目室落花生祭りで歌を歌ってくれないかとメッセージ来まして、私軽い気持ちで OK と送ったらですね、こんなに多くのお客様がおられるとは思わず非常に驚きましたということで、私1曲だけ歌を歌わせていただきます。阿波野農場の挿入歌、はい、それを私歌わせていただきたいと思っておりますが、はいはい、この歌、札幌のミュージシャンの岩佐あゆみさんという方が我が農場のためだけに書いていただきまして、岩佐あゆみさんという方はですね、札幌でもねコマーシャルソングを結構作ってる方でして、札幌トヨペットとか北洋アルカとかね、そういうコマーシャルを作った方が私のために書いていただいて、娘と同級生だったんで、まあそういうご縁があって作っていただいた曲を披露させていただきたいということだったんですけど、はい、藤井君、はい、こんなに人がね、はい、いるなんて私思いもよりませんでしたが、本当に阿波野さんの歌を聴きたいって言ってきた方は皆さんなんで、そうです、皆さん阿波野さんの歌を聴きに来てます、ね、いやちょっと、はい、ありがとうございます。私の YouTube をご覧いただいているという方もしおられましたら挙手いただく、あ、いた1、2、3、4、あ、すごいすごい、もう一回ごめんなさい、もう一回聞きますよ、すいません、野鳥の会の皆さん、もう一回僕聞きます、はい、阿波野さんの YouTube 見たことあるよ、またはない方手挙げてください、やめてください、それ、はい、全員手挙げるじゃないですか、でもね、すごい大勢の方今おられましたね、みんな見ますからね。そしたら私の YouTube を見てこれを知ったという方、もしおられましたら手を挙げていただけるでしょうか。いたお、すごい、ちょっと便利すごいさ、これちょっと宣伝料もらうんだからね、これね。あ、そうですね、藤井くんとこの小金の短収一旦分でいいですから、それ私の口座に振り込んでいただければと思いますが、はい、ということでございますんで、はい、本当に下手くそでございます、漫談だけやりに来たつもりだったんですけど、じゃあ一曲歌わせていただきます。岩佐あゆみさん作詞作曲、阿波野農場の挿入歌でございます。緑がつなぐ、まぐれな天気から緑を育てるような、行方不明の風なら迎えに行こう、鳥がさえずる木々の中でも確かに誇り感じる、広い世界へ旅に出かけよう、目をつぶって幼き夢を焼き付けよう、僕らの道は誰も知らないから、笑ったって泣いたって心は守っていこう、雨上がりの匂い感じるような、肩に触れた風から答えを探そう、大人になると影を嫌うけど空を見上げてごらん、遥かな日々へ先を見つめよう、と月の光を焼き付けよう、僕らの街は遠くから見えない、悔やんだって悩んだって足跡は続いてゆく、旅に出かけよう、目をつぶって幼き夢を
焼き付けよう。僕らの道は誰も知らないから、笑って泣いたって心は守ってゆこう。ありがとうございました、非常に下手くそですが去年から始めたギターでございます。我慢して聴いていただいてありがとうございました。お父さんはお兄ちゃんのおにぎりよ。でお兄ちゃんはカレーパンマンのカレーライスよりも肉丼の方が好きみたいです。あ、食べるカレーパンマン。あ、みかんゼリーがいいんだね。かわいいご飯ばっかだね。楽しいね。お兄ちゃんね、よかったね。かわいいホテルだね。めちゃくちゃかわいいね。かわいいホテル。やったー。すごい。嬉しそう。嬉しいね、おまぐちゃん。ホテルかわいいね。海が見えるんだ。